ダニエラ・ディトーロ、ダニエラ・ディトーロは、オーストラリア、メルボルン出身の車椅子テニス選手。1988年、メルボルン郊外の町ダンデノンで開催された、スイミングカーニバル会場での壁崩落事故に巻き込まれ、下半身不随となる。9歳からテニスをやっていたディトーロは、事故後にリハビリテーションを受けていた病院で、スタッフとして働いていた。 車椅子バスケットボール選手のサンディブライスと出会い、その影響を受けてテニスを続けることを決意、14歳で車椅子テニスを始めた。1996年パラリンピックに初出場したアトランタ大会ではシングルスダブルスともに3位決定戦で敗れ4位となる。1997年5月にはダブルスで、1998年7月にはシングルスで、 それぞれ世界ランキング1位となった。1998年と1999年に2年連続で ITF シャイステニスワールドチャンピオンとなったほか、1999年、オーストラリアにおけるパラリンピアン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。2000年、地元開催のシドニー大会ではダブルスで銀メダルを、2004年のアテネ大会ではシングルスで銅メダルを獲得した。 2004年、ITF のプレイヤーオブザイヤーに選ばれた。2005年、東洋医学の勉強のために競技を、一旦は引退するも、2007年の全豪オープンより、復帰、2008年の北京パラリンピックにも出場した。グランドスラムスーパーシリーズグランドスラム。ありがとうございます。